はい、48番目平成23年取引主任者の登録というところですねでは早速やって始めてみましょう、はいえー、本詞に関しましては正解しねこれ丸ということになります まず、試験に、ね、合格いたしましたで。合格した日からですね、この1年以内に、この主任者証を、ね、受けるために登録をする場合、この場合にはね、あのいわゆる法定講習と言いまして、この都道府県知事の指定する講習、これを、ね、受講する必要はありません。ただね、この1年を経過してしまいますと、 ねまあ、やはり、まあ、他県試験で勉強した知識を、ねまあ、忘れてしまうという、ねえー、まあ懸念もされますので、まあ、もう一回、この都道府県知事が、ねまあ、指定する講習を受けて、まあ、再度、また、ね、知識を確認してくださいという規定が、ねまあ、一応あるわけなんです。 ですから、まあ、1年以内に、ね、交付を受けるのであれば、まあ、講習を、ね、受講する必要はないという本誌は正解なんですが逆に1年を経過してしまいますと、ね、これはこの法定講習を受講する必要があるということになってくるわけですね。ででは以上です。